西洋のイスラム化に反対する欧州愛国者、または西洋のイスラム化に反対する愛国的欧州人、西洋のイスラム化に反対する欧州愛国主義者は2014年10月20日にドイツにおけるデモ行動に始まった政治団体とその活動、西洋圏におけるイスラームの暴力的な活動を制することを主張する。現在、 ドイツ国内各地での社会減少化が懸念されており、ドイツ国内でも議論が交わされている。ルッツバッハマンドイツ国内で外国人権を運動家として知られるルッツバッハマンが主催し、北ドイツ放送の報道によれば、組織は様々な国から異なる宗教と職業を持つ12名から構成されている。その中には人種差別発言で辞職した元前選手議会、 ドイツキリスト共民主導盟議員団長のタラッカー等右翼活動家も含まれている。ドレスデン工科大学の政治学研究者ハンス・フォアレンダーが2014年12月と1月のドレスデンにおけるデモの参加者の調査を行ったところ、対象の65%は回答を拒否し、約400名の参加者からの回答を得ている。この事例では、最も典型的な参加者層は、 ザクセン州の平均収入をやや上回る手取り収入を得ている中流階級の一般的に上級な教育を受けた就業者であり48歳の男性と発表している。これらのデモ参加者はどの宗教団体にも属しておらず、ドレスデンまたはザクセン州の出身者で特定の支持政党はない。参加の動機としては全般的な政治不信であり、 次に報道と公共性に対する批判、そしてイスラームを前提とした移民、難民への基本的な鬱憤があるものとしている。過去に、フェイスブック上で亡命者や難民を差別する発言を、記載や、スクエアムスタッシュで、アドルフ・ヒトラーを思わせる写真を、彼は再び現れるの、コメントともに掲載した件で検察から、民衆扇動罪の疑いで捜査を受けている問題を、受け、 2015年1月21日に代表と幹部委員会を辞任した。Facebook 上での発言や写真は削除されている。ペギーラにより2015年1月25日にドレスデンで行われたデモの様子2014年10月27日、ザクセン州のドレスデン市内で2回目のデモ行動を起こし、500人の賛同者を集め、一躍ドイツ国内の注目を浴びた。以降、 毎週月曜日18時30分からデモではなく夜の散歩と称して市街を更新し2014年12月22日には17,500人が集った。市街更新以外の具体的な活動は目立っておらず広報活動もインターネット上で公式 Facebook を通じて展開している以外には実質的な排斥、迫害に至る積極行動は見受けられない。 ただし、これ以降ケルニア・ボン、ベルリン、ミュンヘン等の都市でも、類似の動きがあり、反対運動も加熱化し世論が注目している。大手メディアは、情報操作をしている都市、嘘つきメディアドイツ語、ルザンプレスト・シュプレヒコールを掲げ、デモの参加者にも直接インタビューに答えることを拒否するように呼びかけていたが、2014年12月18日、北ドイツ放送の報道番組、 パノラマが初めて長尺のインタビューに成功した。2015年1月18日にもドイツ公共放送の討論番組ギュンター・ヤオホに幹部のカトリン・エルテルが出演する等メディア戦略を転換させる動きもある。NHK は2015年1月19日主催者としてレギーダの主催者であるヨルクホヤートの単独インタビューをペギーダのメンバーは 国内メディアの取材を拒否しており、インタビューに応じるのは異例とコメントして放送した。2015年1月19日、代表のバッハマンとエルテルは初の記者会見を行った。ザック選ン州で右翼団体を監視している、非営利の登録社団法人であるクルトゥアビューロ、ザックセン EV はペギーダに参加しているネオナチのメンバーは少数であり、現時点では ネオナチスとしての見方はしないとしている。しかし、世論では、排外主義運動の一環としての見方も強く、ドイツの右翼活動の研究家であるハンス・ヨアヒム・フンケ、教授は右翼団体であると定義している。ザクセン州憲法用語庁は、活動開始の当初は、ネオナチ団体の組織的な関与はなく、そのメンバーが個人で参加していたに過ぎないが、2014年11月末からは、 ドイツ国家民主党等の右翼団体がデモへの組織的な参加を呼びかけているとしており、関連についての監視を行っている。首相、大統領から公的な場で同団体そのものを名指し否定する発言は2015年1月まで数々3件される。1の引用元はすべて2015年1月6日、ビルト紙電子版2015年1月、 ペギーダの広報担当とされるフランク・インゴは、下記の組織、運動を公認していると懸命し、国外でも、フランス・オーストリア、スイス・イタリア、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、イギリス・ブルガリア、スペインにも、関連団体があり、デンマーク・ポーランド、ベルギー、ロシア、チェコ・フィンランド、ポルトがある、スコットランドでも、準備の段階だと述べている。ただし、具体的にどのような連携や関係性があるかという、 ことは2015年1月12日現在の時点で言及していない。ドイツ国内各地への拡大が懸念され始めた2012年12月以降、抗議活動は各都市で行われるようになり、2015年1月7日にフランスのパリ市外で起きたイスラーム過激派による襲撃事件以降は、抗議活動はさらに規模を拡大し、開催都市も増えている。 ドイツイスラーム中央評議会議長のアイマン・マズイエクは、ペギーダはイスラームを否定する人種差別を代表しており、ドイツのイスラームをテロリストや殺戮者と同じレベルで位置づけている。と語っている。2015年1月13日府のベルト市電子版は、ドイツの公安機関は、具体的な事変や、兆候や確認できていないものの、 警察当局は2015年1月8から7日に、あるイスラーム教徒がドイツ語で、欧州連合圏内には十分に標的があり、ドイツは次の標的でもあり得る。と述べていることを把握している。と伝え、同志が独自入手した、ペギーダは豚の更新であり、潜在的な攻撃目標であると述べた、イスラーム過激派過激派の脅迫的発言も掲載している。 ペギーダの設立メンバーの一人であるカトリン・エルテルは2015年1月18日ドイツ公共放送連盟に対して主催のバフハマンに対して向けられた脅迫があることを明言し警察もこのような脅迫を受けて今回の安全な開催を保障することはできないだろうと語ったザクセン州警察は2015年1月18日12時 つけで、2015年1月19日の終日にわたって、連邦刑事局及び、集刑事局からの根拠ある情報に基づき、毎週行われているペギーダに関連して、具体的な危険事項が認められるとして、ドレスデン市内の諸葛管内区域における屋内外を、問わず全ての集会を禁止する通達を発令した。すでに申請人カズミの集会にもこれを適用すると、している。 選挙禁止命令を受け、ドレスデンでの2015年1月19日は、更新を中止する旨を公式フェイスブック等を通じて発表し、集会を中止する代わり、言論の自由と宗教的な共振へ抗議する欧州人として国旗とロウソクを窓際に灯そうと呼びかけている。今後の対応と、他都市での開催。 継続等については2015年1月19日未明の段階で公式見解がなされていない。ありがとうございます。